僕は最初どのように集客、自分を知ってお客様が広がっていきましたか？僕の本当に最後の、最後じゃない。最後じゃないよ、最初。最初はどういう感じだったかっていうと、僕山形に住んでたんですけど、山形の、霞城公民館っていう公民館がありまして、そこを借りて毎月勉強会をやっていたと。いわゆるそれが、講座とかセミナーの一つだったわけなんですけども、それしかね、人を集めて何かする、講座をするっていうことしか商品がなかったんで。まだね、その時代、オンラインスクールも何もない時代だったんでね。で、その時にどうやって集めたかっていうと、SNS もない時代だったんでね。友達を呼ぶでしょうね。知ってる人に声かけるっていう以上、知らない人来ないしね。知ってる人に声かけて、どうしても来てくれっていうんじゃなくて、声のかけ方がすごく、重要で、こういうことをやるんだけど、興味ある？って聞くわけ。で、興味ないっていう人には、さようならっていうか、さようならしないけど、その後の話はしないと。お友達にね。で、興味あるっていう人に関しては、いや、実は来月、箇条公民館っていうところで、勉強会やるんだけど、何月何日に、もしよかったら来てねっていうのを、知り合い捨てにやっていくと。で、友達や知り合いが来るでしょ。で、そこで、精一杯ね、サービスを提供するというか、価値を提供すると、必ず、また来たいって言ってくれるわけ。で、また来たいって言ってくれた方に、じゃあ、もしよかったら、お友達も連れてきてねっていうふうに言って、今度お友達一人連れてきて、二人連れてきて、っていうのをずっとやってったら、最初はね、5、6人だったんですけど、だんだん4、50人ぐらいまでね、集まるようになってきて。で、これ大事なのは、毎月やるっていうことが重要で、定期開催っていうね。で、今は、別に対面が難しいと思うんで、それはオンラインでやってもいいと思うんですけども、僕が今、何もなかったらっていうか、初めからやるんだったら、そこでしょうね。それからまたやりますね。